フレンドタウン高架は、滋賀県高架市高南潮流防止にある複合商業施設。運営管理会社は、株式会社平和堂。平和堂が初めて開発する近隣型ショッピングセンターで、フレンドマート、京葉で通、キリン道各店舗に17の専門店が入居する商業施設である。敷地面積は45,181。 平方メートルで年間売上目標は40億円。フレンドマート高南店の開店により、甲賀市内の平和道店舗として、アルプラザ水口、しがらき店に次いだ3店舗目となった。開店当初から医療品店のクリアがテナントとして出店していたが、運営元である株式会社クリアが、大津地方裁判所彦根支部に破産手続きを申請し、 わずか開店半年程度で撤退せざるを得なくなった。しばらく空き店舗状態であったが、後に同じ良品店のフレンズが入居した。別当のココス隣なりにも2店舗テナントが入居する予定であったため、本、ショッピングセンターフロアガイド表紙の東 SC イメージ画像には存在しない2店舗が描かれている。入居予定地は駐車場に変えられた。施設内には、 地域住民が申し込めば自由に使用できる集会所、会議所が設けられている。本 SC 開店時期は、滋賀県の湖南地域で大型ショッピングセンターの新規開店、増殖ラッシュであった。ありがとうございます。